おはようございます、正和の朝活5月10日波花駅に来ました。今日はですね、なんと勝浦からあの家庭倫理の会の大先輩江澤博さんに応援に来ていただきました。ありがとうございます。はい、江澤さん、今日はあの波花駅いかがですか？そうですね、活動を始めてみましたけどね。ありがとうございます。こんな皆さんにね、一人一人声かけて、やってるとは思ってなかったですね。すいません。江澤さんはYouTuber ではないんですけども、YouTube 等でですね、いろんな活動とかいろんな風景ですとか出来事を記録している方でありましてですね、なんとそこに、私の朝活の風景も撮っていただいて、今日は録画していただいているところでありまして、大変ありがたいなと思っています。何年も前からね、素晴らしい活動だなと思ってね。ありがとうございます。いつかしたら撮って記録にしたいなと思ってて、はい、そうですか。今日実現できたのは非常に光栄に思って、ね、ありがとうございます。私もそう言っていただくとですね、8年間続けてきてよかったなと。9年目に入りましたですけどね、9年目に入って55歳にもなりましたけど、まだまだこの朝活をしながらですね、政治活動のこう糧としていきたいなと思っています。はい、今ねこっちの方面ではなかなか、選挙終わってからね、はい、こんな活動をするって方はいませんので、これが基本的な本当の活動じゃないかなと日頃思ってましたけどね。ありがとうございます。はい、選挙終わってもですね、やっていきたいし、まあ、ご挨拶という意味合いもあればですね、地域のこういう空気を感じてですね、今日の通学通勤でね、新高校生1年生にも今日は会えましてですね、いろんな重い空気を感じて役立てていきたいと思います。じゃあ江澤さん、こういうことをやってくれてることそのものがですね、皆さんにこう寄り添ってくださってるんじゃないかな。いや、ありがとうございます。それだけでもね、すごいなんか心強いっていうかね、はい、ありがとうございます。はい、ありがたいなと皆さん思ってるんじゃないでしょうかね。では、そういう江澤さんのすごい温かいお言葉をいただいたんで、これからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、取材させてもらいます。ありがとうございます。はい、どうも。じゃあ皆さん、どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。